どうも、スマッシュ TV ようこそ。どうも、スマッシュです。はい、今回はね、ちょっと僕のね、後輩がある動画をアップロードしたんですね。その名も、腹筋を1500回やってみたっていうね、まあ動画をアップロードしてたんですけども、なわけなんですけども、まあね、いますかね。はい、筋肉ないんです、僕もね。というわけで、今回はね、僕もね、ちょっと鍛えようかなと思いまして。邪魔だお前、邪魔だお前。というわけでね、まあ後輩をちょっと見習って、ちょっとお前邪魔、ほんと邪魔、ほんと邪魔お前。まあそんなわけです。後輩をちょっと見習ってね、僕も腹筋やろうかなと思います。ちなみに僕の後輩の榊ひかるくんの動画を、まあ、概要欄に載っけておくので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。ではね、少し用意しよう。まずはね、こちら、何て言うんだろう、あの敷くもの。そしてこちら、はい、2つ、はい、3キロって書いてますね。逆だね。はい、なんて言うんだろう、重り。とりあえずこの2個をね、ちょっと使ってね、いろいろ筋トレをしたいと思います。では少し、まあ、場所、まあ僕の部屋は基本的に汚いんで、地面はね汚いんで、移動しましょう。まずね、まず僕の部屋を出まして、まあ前回部屋改造の時にね、ここら辺、まあ、2階から3階へ上がったと思うんですけども、ちょっと見えないな、逆だ。これね、階段を上ってきたんですよ。でまあここは僕の部屋ですね。ちょっと見せられないの一部しか見せませんが、はい。そしてね、こちらを、いや、こちらをね上がると、まあ4階ですね。まあ4階といっても屋根裏ですね。汚いね、汚いね。まあ基本的には物置ですね。まあそこそこ空いてますね。やっぱりそこまで物はないんで。というわけでね、まずはシートをね敷きたいと思います。こちらですね、シート。よし、完了なはず。で、ここでこちらを使います。こちらテーブルですね。で、この紐をあの足に引っ掛けます。そうすれば足は動かないんで、で、ちょうどいい重りになるんで、とりあえずここに置きます。はい、というわけで完成しました。はい、というわけで腹筋やっていきたいと思います。スタート。よいしょ。3、4、もっと早く。あーっ、ストーブに当たった。ストーブに頭ぶつけた。もうちょっと前行こう。この3キロの、1つ3キロの重りを持ったままやります。じゃあ行きます。これをまあこの上に上げた状態でやります。1、2、3、4。あ、これ意外ときつい。
ちょっと重りはちょっときついですね。まあとりあえず今度はね腕立てですよ。まあこの通り筋肉は見ればわかるんですけどもないんですね。これもうなんだろう、グミだね、グミ。まあそんな腕なんでね、今度は腕立てをやっていきたいと思います。はい、まあ腹筋したっていうのもありますが、まあ言い訳にはなんないですね。まあまだちょっとならまだいけるんですけども、なんて言うんだろうな、きついね。どんだけ腕の力ないんだって今はっきり分かりました。俺本当に腕筋肉ないんだな。まあというわけでね、ちょっともう後輩を見習いましょう。本当に1500回もやるのはすごいですね。はい、というわけでね、まあ今回は腹筋腕立てと謎の重り持ちをやったんですけども、まあきついですねやっぱり。でもそれを繰り返してこその力つきですからね。まあどんどん力をつけていこうかなと思います。というわけで今回から僕は毎日これを100回ずつやります。100回ずつっても100回、まあとりあえず100回以上、100回はとりあえずノルマでやっていこうかなと思います、毎日ね。で、まあ重りはいらないな。とりあえず腕立てと腹筋と2つ100回とりあえず頑張りたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。まあ一人何個でもいいのでどしどし質問お待ちしております。そして僕の後輩の榊ひかるくんの腹筋動画、この動画の概要欄に載っけてあるのでぜひぜひご視聴よろしくお願いします。またその榊ひかるくんのチャンネル登録もよろしくお願いします。まあたくさんの質問よろしくお願いします。じゃあ